こんにちは。美味しいものが食べたいよしです。きゅうりとか大根とか八百屋さん行くと時々、とんでもなく安く売ってる時ありますよね。今日はたまたまねきゅうりも大根も安く売ってたんで、いっぱい買ってきたんですけども、そんなにたくさん一度に食べないですよね。それをちょっとね浅漬けにして、食べていこうかなと思います。即席の浅漬け。ほんなら行こうやか。はい、材料なんですが、きゅうり、それから大根、これね、こんな立派なやつがね100円だったんですよ。それはいいとして、粗塩がいいですね。普通の生成塩よりこういう時はね粗塩の方が合いますね。それから味の素ちょっと入れましょう。こちらはね輪切りの鷹の爪ですね。そしてこれ、刻み昆布、こんなところを使って、作っていきますよ。はい、じゃあね切っていきますよ。大根はねまあこれぐらいの大きさあれば十分だと思います。で、大根って見えるかな、これちょっとアップになる、これここの皮のね端っこのところちょっと色が変わってるところがあるんですけど、あまりピーラーなんかでね薄く剥いてしまうとここの硬いところが入ってしまうので、今日は、包丁でねこうやって剥いていきましょう。結構ね厚めに、こんなぐらいですね、厚めにこうやって、剥いていきます。この皮がねもったいないという噂がありますんでね、これこれはこれでね刻んで味噌汁に入れても美味しいですしね、有効に活用してください。捨てちゃうともったいないですからね。はい、大根のそうですね1センチぐらいの、角の棒にしていきましょう。はい、こんな感じですね。そしてきゅうりなんですが、きゅうりどうしようかな、ちょっと斜めに切りましょうか。こちらはね、1センチだとちょっと分厚いかな、5から7、8ミリぐらい。そうそう、きゅうりってこうだいたい曲がってるじゃないですか。こういう風に切っていくと長さが変わってしまったり、こう包丁をこう向きを直さなきゃいけなかったり、こう面倒ですので縦にするといいんですね。もちろんこっち向きでもいいんですけど、僕はねどっちかというとこういうブリッジみたいにした方が好きですね。こうやって切っていくと長さとかね均等に、切れますんでね。はい、じゃあ材料はこれで切り終わりました。はい、これをね、本来ならボウルに入れて、味付けをしていきたいんですけど、めんどくさいですからねビニール袋使っちゃいましょう。ビニール袋の利点は汚れ物が出ないっていうのがあるんですけど、直に見れないもんですからね、どれぐらい塩が入ったかとかちょっと判別が難しい部分がありますよね。はい、じゃあこの量ですから、まず塩ですね、大さじ1杯入れると多いような気がするな。大さじ半分でいきましょうか。そしてそこへ味の素を入れます。結構ね僕はたっぷり入れちゃいます。そして鷹の爪ですね。はい、最後はこちらの刻み昆布、これ入れていきましょう。これぐらいかな、もうちょっといきましょうかね。
これグラムでなかなかこんな軽いものはね測れないので、ちょっと見た目ですね、こんなぐらい、これぐらい入ってます。はい、じゃあこれをね、空気をいっぱい入れた状態でこんな風ですね。でこう全体にね味をなじませるようにまぶしつけてやります。はい、多分いい感じでしょうね。はい、じゃあねこれをねちょっと裏技を使って空気を抜いていきますよ。はい、ここにねこう、たっぷりの水を張ってください。深めのボウルの方がいいですよ。でその中にこれを漬け込んでいきます。で途中でねちょっとこう揉むようにして中の空気を追い出してやるんですね。はい、そしてよっ、これ口が中入っちゃうと水入っちゃいますからね、ここは気をつけていただいて、最後ここをねギュッとこう絞り込むようにして口を閉じます。はい、これでね完全ではないですけどもね、あの疑似真空になりますんでね、こんな感じになります。これで、一晩冷蔵庫の中でつけておきます。はい、一晩経ってこんな感じになってますよ。じゃあ早速これをね、盛り付けていきましょう。この中にね汁がたまるわけなんですけども、これ気になる方はこれをこうこのままこうギュッと絞って、いいですし、まあこのままね盛り付けていただいても全然問題ないと思いますね。よいしょ、ちょっと物の量に対して器が小さすぎましたねこれね。はい、これでね、大根ときゅうりの浅漬け、浅漬け風かな、完成です。はい、じゃあね早速食べてみますね。さすがにねちょっとこの漬物だけむしゃむしゃ食ったのなんでしたんで、ご飯とねそれからお味噌汁もね用意してきました。いただきます。さあまずは、めちゃくちゃこれ、ちょっと味変を。柚子の香りがね合うと思うんですよね。間違いねえって感はこれ。めっちゃくちゃ。さらにね、こちら七味唐辛子ですね、これも合うと思いますよ。
美味しいもの食べてる時ってほんと幸せですよね。これはさすがにね、っていう方もいらっしゃるんじゃないですか。マヨネーズ、嫌いじゃなかったら、ね、絶対これやってみてください。ものすごい美味しいですよ。ご飯が足りなくなっちゃった。おかわりしていきます。はい、おかわりしちゃいました。3合炊いたご飯がね、もう半分以上ないですね。お腹いっぱいです。塩加減によって、その例えば、翌日でなくてもね、翌々日、またはもう 4,5 日、これあの塩ちょっときつくしてくれればね、これ、5日ぐらいは全然持ちますんでね、冷蔵庫入れていただければね、どん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 味が染みてって、まあしょっぱくはなっちゃうんですけどもね、あのその分、ご飯の進む漬物になると思いますよ。いいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。またね。